然見えんかったですけど、どれぐらい今回はどれぐらいいるでしょう。ぽいぽい、ふわっとは出てないですけど、サイズがいいですね今日のは。まあいくらふわっと出てもこんなんがふわっと出るだけですからね。サイズがいいのがいてくれた方がいいですね。あっちにも見えます。ちゃんとバケツに入れると寒いんで貸し状態になりますからね、車庫も。今日はいますね、隠れ家に。これうまいですかね。これも拾えそう。先に寝具を持って行って切って、車庫と枝も探しましょうか。チルが入りますね。チルもう寒くなって全然いなくなって、この間なんか1日で3匹でしたね。まあ、ずっと動画見てくださってる方は去年の1月2月めっちゃいたのを見てるんで、まあ、あんな21年やって初めてですからね、その冬にチルがいるなんて。それぐらい多かったってことですね去年は。オークシャンも拾えるやつ、もう子が入ってますね。もう子見えてますね、子が尻尾まで入ってます。こんなちっちゃいのでさえ子が入ってますね。真ん中にオレンジの線が入ってます。あ、分かりやすい、これは分かりやすい、入ってますね。でもなんかちっちゃいのも見えてますね、車庫。一応出とんのは出とんから、ここが入ってる。今のは注釈ぐらい。おお、危ねえ。おお、ここにも。今回ちょっと車庫さっきより多かったかも。さっきの最初の波の倍ぐらいはいたんじゃないですか。赤げたおらんなと思ったら最後らへんに固まってます。2万分ですけど、1番目と2番目でしょうけど、もしこのペースでいったら結構されます。こちらも2番分ですけど、いい抱っこ。今もういいが入ってるんでね、いい時ですよ。とてもいい時です。なんかちっちゃいですね。ボイルサイズがなんかあんまりいなかったような気が。お、今ヒオイルサイズいましたね。
ましたけど、なんと今日はなんと上り潮でもいますね。前々回ですかね、下り潮終わったらもうスパッと消えちゃったんですけど、上りになったらね、車庫も全然いなくなったんですけど、今日はなんか見えてますね。でも結構見えた割には出てきませんね、大出てきた。ない。あの、もう一度、あ、来た来た。ショー。鳥貝。肉厚です。春鳥貝です。夏にもいるんですけど、春の方が肉厚なんですよね。春前か。春になったら子を持つんで、その子を持つ前ですから。まあそうですね。
ちょっとでもすんたらだなこれ。おー、シャコ増えた。おー、シャコ増えましたね。さすが夕方パワー。現在2時なんですけど、やっぱ2時になったら赤桁も入るし、シャコの量がめっちゃ増えましたね。なんか今日の夕方パワーはシャコのようですね。ちっちゃいな。でもほぼ拾えないやつでばっかりですけど、でも拾えるやつもかなりこれなんか拾えますね。入ってます。ちょっと見えたと思うんですよね。これも拾える、いい色ですね。もう硬くなっとるんで、この筋はちょっとヒラメがいそうないんで、今年はですね、例年よりヒラメがね、おかすぎるんですよね。去年はもっと今年とってのところより大きいの筋なんですけど、秋の雨量が少なかったんで、秋雨前線濃かったですもんね。全然高橋川から出てくる水量が少ないんでしょうね。ちょっとね、ヒラメがね、去年よりちょっと他にいるんですよね。ではこれ、次あとラスト2番やって帰りたいと思います。増えましたね。まあ、ほぼ拾えないやつばっかりですけど、まあ、もちろん拾えるのも増えてます。ではエビとシャコ拾いながら鳥島に向けて漕ぎながら帰りたいと思います。爪の上に注射口、あれ見ました？見てません。あ、こう。もうずれてヒラメ？うん。今日は久しぶりに見えたで。やったね。しかも、あれが丸いな。うん。メスですよね。しかもあれがおまけなんですよね。おまけ？今日は楽しかったですね。ああ、今日はサコサコです。ヒラメもおったし。うん。いつものところはただしただけなんですけど、はい、前回の動画の時こんな人と場所が必要です。うん、これはすごいでしょう。おー、すごい。シャコ許可が漏れない。このまま行けとこうかなと思ったけど、多すぎるから朝死ぬでしょう。あ、脇にましょうかね。あとカニも入ってるの。はい、おー、もうちょっと面倒くさかったというかに、ね、でここにするほどのもう数ももうおらんので、うん、まあ、まあ、運がいいあったかい日に数がおるぐらいで、うん、よいしょ。自分が来たした時は9月がやわらで、うん、10月硬くなって11月にやわらになって3月10日か15日ぐらいまでやわらだったんよ。うん、今は
9月やわら10月かたいは一緒で、11月からやわくなるのも一緒なんだけど、うん、12月の終わりにはもう硬くなるんやな。ずっと硬いん、その後。その後もうだいたい硬いだけど、今こう2月の頭でも硬いだろ、もう真っ黒やもん、うん、もう昔はこの時期はやわらだったんや。こうやって甲が入ったん。入っとるやつもおるよ、これは多分入ってないね。でも入ってる。あ、入っとるな、うん、ほんと甲が入ってます。台で入っとるよ。やったね。やけんな、脱皮の期間が短くなったよな。脱皮の回数ももちろん減っとると思うよ、うん、ちょっとだけね、はい、おかず用をちょっとだけ取っておりますんで、はい、それを丼ぶりしたいと思います、はい、と、はい、前回あのハゼを食べ比べと言いながら食べ比べてないよな、あの鈴木に一生懸命なって、うん。ハゼどうやって食べます。ハゼ刺身で。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。東京ホワイトいただきます。色が濃くない。うわー、これはうまい。というかめちゃくちゃフルーティー。なんだろう、マスカット。岡山マスカットで有名ですけど、マスカットですね、これ。びっくり、すぐに1本なくなりそう。あっという間に飲め終わりそうですね、これ。いや、ほんとマスカットですね。余韻に少し苦味があるぐらい、ビールと思えんな。では前菜いただきます。マハゼとアケボハゼです。前回食べ比べてみましょうって言って全然してませんでした。いただきます。マハゼ、色が違う。うん、淡白な。歯ごたえがあるわけでもなく、味があるわけでもなく、ハゼですね。匂いは？うん、匂いも全くない。無味無臭。無味ってだけになれば。味はうっすらとは甘みがあるけど、他のやっぱり刺身に勝てるではない。です。では、アケボハゼ、いただきます。やっぱり、アケボの方が美味しいですね。まあ、圧倒的に味もあるし、甘み、旨み、全部アケボの味の勝ちですね。歯ごたえはもう全くと言っていいほど一緒ですけど、アケボの方がやっぱちょっとだけ柔らかいですね。つるっとしてない。アケボの方が、マハゼの方がつるっとしてますけど、でも味がもう圧倒的アケボですね。もう炊いてもね、やっぱアケボの方が美味しいですね。いきます。パッカ、サコ丼出来上がりです。学生の頃関西にいたんですけど、関西の先輩がこういう丼物に、ね、一味をかけるんですよね。真似したらそれ以来もうずっとハマってます。甘辛になって好きですね。ではいただきます。サコのところ、よいしょ。食べたサコがたまたま小持ちで、うん、ラッキー。シャコの出汁自体が出て、もう卵が出汁巻き卵みたいな感じになってますね。甘く仕上げてますので、一味が後から辛みが来て、香りもいいですし、本当にめちゃくちゃ最高です。こうシャコの出汁が出てるんでね、親子丼とかとはちょっと違う味ですよね。今回もご視聴ありがとうございました。うまーい。